たるみの大桜とは、兵庫県矢部市大谷町たるみにある、江戸悲岸の一本桜。千人の桜の意味で、別名、千桜とも呼ばれ、国の天然記念物に指定されている。斜面から見上げた大桜西側斜面から、平成初期時点で、樹齢500年とも1000年を超えるとも言われる。毎年4月中旬頃に開花し、多くの観光客が鑑賞するために訪れる。 兵庫県下で最大の大桜で、全国でも、樹齢、三木ともに十市に入る。1951年6月9日に、国の天然記念物に指定された。最も盛んであったと言われていた時代は、江戸時代の元禄の頃で、樹幹20件四方にわたり、伊豆市藩主小井出美前神も遊覧したという記録がある。また、伊豆市藩と行の大干所の管轄の境界を示す。 ために植えられたものとも伝わる。山の神のよりしろと信仰されて大切に保存され、かつては樹高が20メートルはあったというが、2010年現在は樹高13.8メートル、根回り8メートル、目通り幹周6.3メートルである。現在から10年ほど前には、長年の風雪から樹勢が弱まり、大枝も枯れたり折れたりするなど、腰が危ぶ生まれたが、地区の有志や、 樹木医の献身的な活動により治療を大規模に施し、近年では持ち直しつつある。なお、治療と保護のため、根元周りには柵や大枝を雪から保護するための矢倉などが組まれている。近年は治療に伴って周囲の杉林を切り開き、道路や駐車場も整備したため、以前と比べて格段に干渉しやすくなった。開花期間は4月上旬から、 中旬の一週間から二週間ほどである。ありがとうございます。